今日はこのミンチョエンダーシュエから歩いて5分ぐらいにある山形の焼きに、ラーメン屋に行きます。こんにちは皆さん。今からですね、台北のちょっと北側士林っていうエリアにある、ラーメンを食べに行きます。最近ね、そこのラーメン屋のインスタグラムの写真結構見て美味しそうだなと思ったんで行ってみます。大学エリアってこともあって若い子が多いですね。もうすぐ学校が始まるとかでしょうかね。ここを渡ってガソリンスタンドのところからこう入ってインドネシア語か何かが聞こえてきますね。ここまっすぐどうやって行くんだ。ここちょっと難しいぞ。ここまではバスの260で、来ました。ここから見えるね、士林夜市って書いてあるからこっちですね。士林夜市の中にあるラーメン屋ですね。以前伺ったなんだったっけ、あのお店、精肉店、佐藤精肉店さん、佐藤精肉店さんの近くですね。あそこも美味しかったな。豚丼とかが美味しいお店で、確かオーナーさんが日本人の方で、やっぱあのね、学生街はね、美味しいものがね多いイメージありますね。学生街と病院の近く。ビットコイン、へえ。朝ごはん屋さんがある。ここは、お、16秒渡ろう。この中が士林夜市ですね。昼間はあんまり夜市なんでやってないと思いますけども、その周りにですね、こちらは雑貨、この金のやつ JSF ってやつは、これ雑貨屋さんで、コンビニがあって、ワトソンがあってみたいな。ちょっと調べます。ここ入って次の通りを左ですね。お、マッサージもありますね。メガネ屋さんも大学の周りにはね多いイメージですね。コンタクトレンズもなんかここのエリア安いって聞いたことありますね。コンタクトのお店も多い。アップルスタジオ A、 もうすぐ iPhone15 が発売されますね。 Type-C になったら欲しいなと思ってます。この前ちょっとさ、バンコク旅行の時もちょっと充電切れがね怖かったんですよ。モバイルバッテリー持ち運べばいいけど、結局やっぱりそれはそれで手間だし、次買う携帯は充電が長く本体の軽いやつを希望って感じですね。よし、そろそろ着きます。ここを曲がって、ここを右、着いたかな。あった、山形新進ラーメン、シャンシン新進。なんかここのラーメンがね美味しいっていう噂を聞いてやってきました。山形新進ラーメン。ありがとうございます。いただきます。あ、美味しい。
うまい。嗯，加水蛮慢。山形新進ラーメンさん、めっちゃ美味しかったです。麺がね、すごいね、特徴的で、あのスープはなんか喜多方ラーメンみたいな感じ、ちょっと醤油、東北のラーメンだなって感じで、めっちゃ美味しかったです。あの生玉ねぎが、シャーロット生玉ねぎがこう刻んであるところもグッドポイント。刻み生玉ねぎと醤油ラーメンのマッチ具合が最高でした。ではまた次の回へ。Bye-bye.